かもな、うん、さて、ね、これですね、一番おとなしいやつですかね。そうですかね、このドランソードあの丸っと同じやつ買ったんで、ああ、だからかあれなんだけど、そっち解凍してあるもんね、うん、一応この前3-on-3もやって遊んだの。おお、3-on-3って何？あの、もう打ち切るって、あ、そういうこと？そういうルールがある。教えてもらって。なんか確かに YouTube とかで3-on-3やってた。もうケースも3-on-3セットで売ってる。ああ、そっか。3つ入れられるようにね。そうそう。だってアニメもさ、PV みたいな。アニメ予告みたいな見てねえよ。ベイブレードは3対3でやる、うん、あのスポーツなんだぜみたいな。だからチーム3人だろ。そういうの。3-2-1おっしゃ、あいやマジ入ってったよ。オーバー、オーバー何ポイントだっけ。2 4ポイント選手だよね確かに。攻撃型？これディフェンス、あのライトだ。あ、軸はね一緒。あのあれ新しいやつ。ああ、何ってんの。そうだっけ、この前忘れたじゃん。でも2ドルなんたらなんじゃねえかな、多分 2N に何か足したみたいなやつだと思う。まあロープラ、うん、そうそう、多分3-2-1よし。なかなか激しいけどね、さっきのは。うん。こっちの方がまた、こっち多分、下の方がありました。あー、マジ？勝った。カウンターディフェンスなんだろ、お前。しっかりしてくれや。ヘルズサイズのアタックリングそこそこ強力だなって思う。あのやべえらしい、あの環境トップ、あ、なんかティア1だって。そう、ティア1なのよ。当時出た時に赤、ああヘルサイズがナンバーワンだったよ、ね、その後下はどう違うかも分かんねえんだけど。3はい、3-2-1よし。あー、あかんねえ、死ぬって、危ねえ。お、あー、いや耐えられるときついな。スタミナ戦では必ず勝つからね。強すぎでしょそいつ。こいつ、あ結構強いね。でも相手が攻撃しないで、うん、あの相手もスタミナ型で戦うと、うん、もうあの半々だから。ああ、そうだ、それは勝率は当たんねえしね、そもそも多分。3-2-1おっしゃ。いやー無理だって。おお、あった。ああ、危ねえ。これで112だね。うん、そうそう、使ってみても分かったけど、あの持続力なさすぎ。ああ、だひどいね。だからあのもう最初で決めないとダメね。サメなんかもっとだった、ロープラ。あ、そんなに本当に、速攻なんだ。本当に速攻だったよ。スタミナ全然ないから、トランスオード以上だよ。マジかよ。あれ言ってたっけ、あの高さが、うん、高い方がスタミナ結構持つんだ。そうなんだ。へえ、まあ、バーストもそうだっけらしいけど。あ、だからこういう高い系はやっぱ持続力があるんですよ。だからローフラットだとドランソードよりもさらに低くなってるから、うん、え、じゃあ何フラットだっけ、あの普通のフラットより上あるじゃん。あ、な、長めあるんだ確か。へえ、ハイフラットみたいなあって、それの方が持つかもしれないだね。そうなんだ。3-2-1おっしゃ。いけ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 。きちい
伝えしなければ。こっからオーバーとかがきつい。ああ、きついな。22だね。うん。このシュートは誰かとパンピーで出てほしい。3、2、1、よし。スタミナがまた振りだもんこれ。迫力はあるけど、スタミナが。テストリームで決めりゃワンチャン。3、2、1、おし！なんで真ん中いないのお前。よし、おっしゃよっしゃよっしゃ。エクストリーム。これで俺の勝ちか。やったぜ。ね、長さ入ってる。そうかな。壁破壊すっから。これつけてさ、うん、剥がれんじゃん、うん、剥がって俺1万超えねっけんだよね。どうやったら1万超えんのっていう、うん、難しすぎる。本当に体勢もあるんだよ、格好みたいな。片膝で立ってとかだと、うん、力入りやすいとかあるのかも、あかもしんねえじゃん。ただこうやって座ってるより。でも俺膝立ちとか試してみたらいろいろ、それでもあんまり変わんねっけんだよ。難しいこれ。3、2、1、おっしゃ。お、立て直せ立て直せ。あ、お、グッドだ。マジか。斜めになりすぎてたっけな。フラットでスピンフィニッシュ。3、2、1、おっしゃ。マジで、マジで、おし、いいね。ハハハ、ほんとに火花ち、そっち出そうだよ、火花に出るやつ。昔みたいな。3、2、1、おっしゃ。痛い。これで3、3、1。そう、3、1だ。3、2、1、おっしゃ。判定あるよ俺は。あ、よしよしよし。まあまだまだ勝てる。3-2。3、2、1、おっしゃ。あ、おっ、マジ、おー、マジ、そこで飛んでいくと思わんかった。あ、ずれちゃって。だいぶあれだもんね、弱くなってからもオーバーとかバーストとかあるもん、うん、よく飛ばせるよね。普通はだってね、こんな火力収まってきたら飛ばないのに、前シリーズとか飛ばなかったような気分だよね。3、2、1、おっしゃ。マジ粉々じゃねえ。うわ、マジかよ、いきなりバースト取られちゃった。意外とね、うん、この改造だと、うん、あれなんだ、バーストとオーバー取りやすい。へ、なんか知らないけどさ、対戦この前春香君としてもね、うん、
多いっけ、うん、ファーストとか、そんなあの下から狙いに行くような羽なの、羽っていうかそのアタックリングなのかな、低いんだ、あ低いプラスあの相手が攻撃だった時は結構受けなかった、あウィザードアロー、ウィザードアローってもともとなんだ、スタミナ、スタミナ、あスタミナか、3、2、1、おっしゃ、斜めまずいぞ、耐えろ耐えろ耐えろ、あよしよしよし、ミドルだもんね、うん、あの剣すげえ角度でもあった、そうだよね、これがいい、いや、ボール、やっぱボール軸に魅力を感じる男だからなるほどね、うん、3、2、1、ゴーシュ、いや、マジ爪が負けちゃっちゃ、2-2だ、これで終わりか、はい、うん、ストレートっていうか、なるほどね、バースト、バーストで終わり、きちい、なんかやっぱこれ狙いやすいじゃん、うん、なんかバースト他のやつよりはバースト食らう気するな、寝違い、シャークイン、これが本当は使いたかった3、2、1、おーしすごいね、威力が、でももうスタミナがね結構きついと思う、カクカクしてるもん、すげえ飛んでる、あんま開いてないんだよ、へえ、面白い、こんな時がよってしょうがねえな、3、2、1、ゴーシュ、危ないって、スマホスマホ危な、危なマジで、まだ待って、今よ、うん、どっちだっけか分かんねえ、えマジで俺オーバーしたの、あそうなの、うん、でもバーストで吹っ飛んでった後にオーバーしてるのが、うん、俺はもうビデオ判定なんだけどとりあえずなしだよ、なし、まるっきりほぼ同時だっけ、どこ行ってんだいなくなったな、あったけど、あったあった、スマホ、スマホ大丈夫、スマホお前こんな俺ぶつけられたらただじゃ済まない、もっとフィルム貼ってる、貼ってねえけど、ここさ置いといても危なさそうだ、そりゃスマホ近くに置かないでくださいって出るわよ、必要だよ本当に、カメラ割れるぜこんなもんぶつかったら、抜いてからじゃないと多分ハマんねえ、あマジ、そうなんだ、気候的にっぽいなと思って、はい、3、2、1、おーしおー、あれもう負けじゃね、あそうっぽいね、おえ強、超攻撃が早いって言ってもめっちゃ好きだ、お前やっぱりたまらなく好きなんだけど軸が打ってねえか、